ちょっとだけ。千穂ちゃん復帰。そう、皆さん、なんと石田千穂ぬが復帰になりました。うわー、これは前髪止めてるだけです。肩つけてます、前髪ね。レティー、そうなんですよ。お帰りなさいですね。最近連絡毎日会ってるじゃない、毎日連絡取ってますね。はい、そうなんですよ。嬉しいね。千穂ちゃんファンの方も朗報なんだ、朗報なんじゃないでしょうか。うん、そう、ね、そうなんですよ。うん、嬉しいですね、千穂ちゃん。ぬぬぬぬぬ。今日はお休みじゃないですよ。今日は眼鏡をかけていこう。本当に嬉しいね。ふーちゃん知ってたの？ふーちゃん知ってました。ふーちゃん知ってました。でもふーちゃんだけじゃなくてですね、みんな知ってましたよ。メンバー先にメンバーにね、ちょうちゃんが話してくれて、いついつに発表あるのでっていうのを発表みんなに言ってくれて、そうなんで、そうそうそう、千穂ちゃんなんか最近はほんとに、まあ、2人で会ってたりもしてて、普通にで、なんかお友達としての千穂ちゃんだったから、こう久しぶりに、まあ、私が8月8日で卒業になるんですけど、それでもなんか久しぶりに、なんだろう、一緒のステージに立てるアイドル石田千穂と同じステージに立てるのは楽しみというか、ワクワクするものがあります。なんかさ、今日さマジで一つ喋ってなくて、この配信で声を発したからさ、めっちゃ寝起きの声なんだけど、やばい。本当にやばい今日。声出し配信なんだがね、ちょっとガラってるよね。いやなんかいろいろさしてたんだけど、
喋んないじゃん家いると一人で。あのラジオね流しながらねやってた。今日はそんな感じです。公式見てきたプレミアムシート、ヤブシートってすごないそうびっくりですよね。そうですよ、卒業コンサートとマイカー公演の先行受付が今日からなんですよ。皆さんぜひよろしくお願いします。ヤブシート申し込んだありがとう。特典、そう特典何って出てたっけ、何って出てたかな。あ、サイン入り写真か、取っ手出しとかか。サイン入りタオルとか取っ手出し、そうだそうだ。マフラータオル直筆サイン入り取っ手出し写真、そう、それはあのね取っ手出しは公演の卒業コンサートのライブ中の写真とかって言ってた気がする。限定ムービーはあのねなんかでも自分だけまだ撮ってないんだけど、ウェルカムムービーは自分だけ出るのもあれだなと思って、なんか誰かに出演してもらおうと思ってますマフラーは卒業コンサートのグッズ、そうですね、卒コンのグッズになります。マフラータオル、それに事前に私がサインを書きます。あと座席が3列目以内、そうですね、それ前方席各役みたいなやつだった気がしますね。そう そうなんですよ。石油ないのでやぶしい石油ね、確かに石油ない方。今日はこれからお仕事です、お仕事でですね、はい、お仕事のようなお仕事じゃないような。そうマイカーちゃんの方もいいんですよ、セットリスト。お仕事参加します、よろしく、あらよろしくどうぞ。今日暑いね、今めっちゃ暑い。なんかここさ肩噛まれてさめっちゃ痒いんだよな、めっちゃ痒い。
かゆいカンニカマです。シースルーかわいいね、この服かわいいですよね。本当に寝起きのガサガサボイスで申し訳ない。あかん、ほんまにかゆい。めっちゃかゆい、かゆい、かゆいよ、かゆい。今かゆいって意識しだしたらさらにかゆくなってきた。蚊に噛まれたらバッテンする人、バッテンしちゃう。なんかこないだな、この辺噛まれてしたらみゆみゆがバッテンしてくれた。そう、マイカー公演も楽しみやな。卒コンも楽しみですけど、マイカー公演も普通に楽しみですね。うん。やばい、声が寝起き。これはね、5時で終わります、配信。フーがいたこと、タイトル素敵で、ありがとうございます。タイトルはね、めちゃくちゃ悩みました。藪下フーズ卒業コンサート、フーがいたことになりました。そう、めっちゃ悩んだな、タイトル。なんかね、何やったっけ、なんかいっぱい候補あったんですよね。タイトルの候補、ロゴは、ロゴデザインはそこまで関わってないです。でも色と字体は言いました。最初字体を もうちょっとカクカクした感じにしようかなと思ってたんですけど、やめて。なんか柔らかくて、すごい伝えづらい言い方をしてしまったんですよね。しかもあっち、なんかツイッターで私なんかタイポグラフィー見るの好きで、ツイッターじゃない、インスタか、インスタでタイポグラフィーを見るのが好きだったんで、そのタイポグラフィーのやつからいい字体を探して、そうやりました。本当大事。本当見るの好きです、結構。こんにちは、千穂ちゃんの復帰のニュースも出て嬉しいですね。今日はなんだか、プレミアムウェブシートが取れたら福岡から飛んでいきます。ありがとう。嬉しいな、ありがとう。マイカーのロゴもすごく好き。ほんまに嬉しい。マイカーの
イラストとかみんなでね意見を出し合って考えたので、マイカーちゃんらしい感じで嬉しいです。そう、ゆる配信はないですね今日、申し訳ね。ちほちゃんにも早く会いたいな。なんかさ、こないだちほちゃんと LINE してて、普通にほんなら、なんか千穂ちゃんからなんか「ふーちゃんほんまに好きやわ」みたいな「そう、ふーちゃんと友達になれてよかった」みたいな来て、いきなりそう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 、なんやなんやって思ったんですけど、告白されました。前にも聞いた、嬉しくてまた言っちゃった。そう、でも定期的に話すんですよね、うん、そう、そうね、ハッピーエンド、ハッピーバースデー、あ、これ違うわ。ハッピーエンドってどんなやったっけ、忘れちゃった。こんにちは、やぶこちゃん、やぶこちゃんです。やっほ、めっちゃカーテン開けてるから眩しいな。うん、こんにちは。青いまま枯れてく、青いまま枯れてゆく、あなたを好きなままでか、そうですよ。今日暑くない？今日ね、暑いけど、暑いけどクーラーつけてます。おきちゃんクーラーつけてないらしい。私結構前からもうクーラーデビューしてるんだけど、日のおきちゃんとなんか6月こうめっちゃ暑いねみたいな話してたら、私まだクーラーつけてないんですよねって言ってて、えっと思って、マジか言ってたね。暑いよな。えかちゃんもつけてないし、そうなんだ。レコってん、まだ大丈夫くないですか？マジ？私はね、すぐつけちゃう。なんか一時期は戦ってた時期があったんですよ。6月でクーラーつけるまいみたいな戦ってる時期あったんですけど、なんかね、果たして私は何と戦っているんだって思って、不意にふって
ってなったのよ。で気づいたらね、リモコンを手に取っていたよ。うん、そうそうそう。電気代、いやなんかさ、あれらしいですね、なんかつけたり消したりする方がさ電気代かかるんだってね。なんか起動する時が一番労力使うみたいな、機械が立ち上がる時、パソコンとかもそうですよね。パソコンもさ電源入れる時がさ一番労力使うじゃんね。あ、電力か。そう、確かに何でもそうだね。人間もそうだもんね。起きる時が一番しんどい、朝起きる時が一番しんどいから、そういうことなんだよな多分。うん、ね、そういうことか。うん、寝るときはね、しんどくないよ。おやすみと思って。起きてすぐ行動できるタイプ、すごいな、本当にすごい。起きてすぐ行動できない、あと30分後にやろう。その30分後来たら、あと10分したら起きよう、10分来たら、あと5分したら起きようと思って、そしたらワンチャンギリギリ家出る15分前でも間に合うんじゃないか、てんてんてんみたいな考えになって、間に合わないかもしれないっていう負のループがね始まるんですよね。そうそうそう、よくない思考回路になるんですよね。でもさ、なんかさ、起きてさ、寝てるわけじゃないんだよ別に。朝起きてぼーっとしてるだけなんですよね、動き出すまでに。携帯触ったり、なんかね、ぽやーってしてたら、本当にあっという間だね、時間って溶ける。怖いな。そう。思考回路はショート寸前。この配信だってあと5分で5時だもんね。やばい、55分。じゃあそうそう、ランキングを読むかな。30位陽介、29位納豆、28位ラビスキ、やぶせて泣いたいよ、27位園田なぎふ、26位ななうどんしか、25位リュウジ、24位新座のハイジ、アットマーク埼玉、23位トップティーのおしょう、やぶしいと当選したいな、22位りょうにゃ、21位なの、20位山口のたかりん鳥居猫、19位がとじきプレミアムやぶしいと当てるぞ、18位デミ寿命と生き返りにやぶしいと当てたい、17位がまさし、16位がリリー取れる、ふうがいたこと、私の名前が入って個人的に感動を、15位がワイパル、14位が、保安官、13位がハム、12位がカナリア、11位がディネ祝、
フーチホ復活ありがとう。10位がヒキ、9位がカツリン、8位がムニュール、チョウちゃん復活のプレミアムシート卒コン、楽しみが増えたありがとう。7位がキヤキヤキ、今日もエラの締めは世界一可愛い6位がツリケン、5位がロングソード、4位がシン、今日の主役めっちゃ好きだから今から飲み会ドキドキしてる、 ありがとう。3位がミルク、本日はイベントよろしくです、早く仕事終えます、お疲れ様です。2位がポニタロウ、ふーちゃん大好きありがとう。1位がユキハヤ、おふーの笑顔が一番好き、今日も可愛いありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。はい、というわけでね、私はこの後お仕事行っていきたいと思います。皆さんもまだお仕事ある方頑張ってください。それではお疲れ様でした、バイバイ。メール送ります、ごめんね、メール、おはようメールもまだ送れてないんだけど、メール送ります、またね、行ってきます、バイバイ。